どうも皆さん、よさろくやまるです。今回も続き、黒森町キタン実況プレイやっていきたいと思います。ということで前回、この駅の中で、一悶着と言いますか、まあ、一段落ありまして、さあじゃあここから出ていこうという話なんですけれども、あ、待って、ちょっと待って。前回気づかなかったけど、この鹿さん、なんか目から血垂れ流してない？ポスターに描かれた鹿の瞳から不気味な赤い液体が滲み出している。なんで？絶対最初そんなことなかったよ。しかもまた入れるんかい。まあ、でももう用はないね。鹿でした。鹿でした。行きましょう。さっきの猫いなくなってる。ほんとだ。にゃーにゃー言ってたやつどこ行ったんだろう。何か忘れてるような。嘘？なんか忘れてる？あ、これ？スクールバッグか。ほんとだ。ソーリー、ソーリー、ヒゲソーリー。でもヒゲソーリーは入ってない。あ、ご主人。スクールバッグにヒゲ剃りは入れんやろみたいなこと言おうとしたら、なんだい？ニワトリさんがいる。1羽。ご主人。あ、ちょっと話しかけられない。ご主人ば。このニワトリ、人間の言葉を話してる。これも白い羽の力よ。あ、そうなんだ。持ち主は動物の言葉がわかるようになるの。すごくない？翻訳バネ。もしかしてこれってあなたの羽なの？そんなわけないでしょ。あ、そうなんだ。俺そうだと思ってたけど。違うんだ。主人、ば。主人、ば？これは、なんだっけ、六名村の方言ね。主人をって意味よ。あ、なんとかばって言うね。方言にまで詳しいのね。っていうか、ニワトリも方言で話すんだ。確かに。ここは北海道とかなんだっけ？あれ？札幌に住んでる？あれ？主人公は札幌なんだよね。その、地元が。まあ、少しだけね。主人ば、辛く、て、転、た、ばい。なんて言ったの？多分だけど、主人を吊るして殺した。吊るしてってどういうこと？さあ、聞けないの？ニワトリ語なんて話せないわよ。いや、向こうは日本語喋ってんだよ。一見同類なのに。確かに。もうバカバカ、あんたこそ同類じゃないのよ。どこかい。とりあえず他の場所も調べてみようか。ニワトリさん、何かを知ってるんだろうか、見たんだろうか。猫ちゃんのマークがある。猫が描かれた奇妙な看板。猫と描くっていう感じに似てる。猫を見ると今更だな。村はすっかり、荒廃しているのにこの看板だけ新しい。お、怪しいね。なんだこれ。ボロボロになった張り紙が掲示されている。お、135列車事件について廃校のお知らせ。六名村復興計画。じゃあ見ていこうか。先日黒森町駅および135列車で発生した毒ガス事件ですが、あの例の前回言ってた調査により、心理天道の、信者による犯行であることが分かりました。警察は六名駅の駅係員、松山正夫62歳が、心理天道の、信者であり、毒ガス事件に関与している可能性が非常に高いと見ています。松山正夫、警察が松山の自宅に到着したとき、松山正夫はすでに首を吊って亡くなっていたとのことです。あ、主人を吊るして殺したって言ってたな。わ、実は殺人なんじゃないの？自殺に見せかけた。近頃頻発している毒ガス事件に、鑑み、6名って読める、俺が読めるきっかけである、その歴史上のあの、井上薫が作ったあの、なんだっけ、桜花政策のために作ったあのね、外交官ね。懐かしいね。そんなことはどうでもいいんだよ。そんな歴史に詳しくなってもどうしようもない。安全委員会では、安全の手引きを配布しております。村民の皆様は速やかに手引きを受け取り、不審者を発見した場合は直ちに役場または警察へお知らせください。1995年10月12日俺が生まれる4年前だな。95年10月、確か営団地下鉄事件の、あと同じような毒ガス事件が各地で発生してた。あ、さっき触れた事件の後のその複数の事件のことなんだね。それに黒森町も巻き込まれたってこと？昔ちょっと住んでたんだよね。廃校の知らせ。
児童数の減少に伴い、来年3月に6名小学校を廃校とすることを正式に決定いたしました。村民の皆様におかれましては、当校にてさぞかし楽しい思い出を作られたことと存じますが、あれ、思い出の学校が、安全のため校舎には近づかれませんようお願い申し上げます。1995年12月6名村教育委員会。さっきの10月から2ヶ月経ったね。さあ、じゃあ復興計画、一村一品運動を成功させ6名村の観光事業を盛り上げましょう。6名の奇跡を再び。再びってことは昔は観光名所だったのかな。痛みがひどく、その後の文字はよく読めないが、かろうじて1982年の晴れ紙ということはわかる。あ、じゃあその事件から結構前だね。82年か。村の現状を見ると恐ろしくバブル崩壊、おそらくバブル崩壊の影響で村の経済状況がさらに悪化し、この復興計画も失敗に終わってしまったのね。なるほど、ニワトリがすごい主張してくる。キアラちゃんは経済問題に興味があるの？父さんが社会経営財学の教授をしているの。それで近年の研究テーマの一つが金融、日本の金融バブルだから。バブルってバブとルで分けるとバルブって読みそうになるな。面白いね、日本語って。すごいわね。お父さん教授か。すごいな。さあ、じゃあやめときましょう。さて、あの読書リストを作ってくれるお父さんでね。こっちなんだ。あ、なんか家がある。怖っ。想像以上に寂れてるわね。六名村の住民は1年前にほとんどいなくなってるわ。ほとんどってことはちょっとはいんの？みんな引っ越したの？ほとんどの人は黒森町やもっと離れた場所へ引っ越したみたい。残った人もすでに亡くなっているはずよ。あ、そうなんだ。やたら詳しいのね。次の本は黒森町周辺の階段がテーマなの。このぐらい知ってて当然よ。そういえば作家さんだった。さあ、じゃあこの張り紙見てみようか。気になるからね。いや、やっぱこのセーブの画面かっこいいな。渡辺家。あ、渡辺、あれ、渡辺ってなんか見なかったっけ。 JA 黒森町6名村。 JA って何？ JA は、農業協同組合の略称よ。あれだよね、なんだっけ、あ、なんだっけ、 A ってなんだっけ、ほら、あのさ、農業って、なっげえ単語あるよね。なんだっけ、アウストラロピテクスじゃなくて、あ、どう忘れちゃった。あ、気になったら止まらない。ちょっと一回調べていい？あ、そうだ、アグリカルチャーだ。なんでアグリカルチャーって言って、俺単語帳で昔あの高校生の時にやってたわ。ターゲット1900で、皆さん知ってますか？ターゲット1900っていう青くてなんか怖い犬の絵が描いてある表紙のやつ。ジャパンアグリカルチュアルコープレイティブズみたいなやつだ、略称。一つためになったね、みんな。アグリカルチャーって俺何度覚えても何度も忘れちゃうんだよな、俺。どうしてもパッと出てこない単語のうちの一つだわ、英単語。なんかそういうのあるよね。どうでもいいな、行きましょう。村の発展を支える組織ってところかしら。この渡辺って人がこの村の村長だったみたいね。あれ、なんかこのゲーム始めてから渡辺って名字出なかったっけ。忘れちゃったな、気のせいかもしんないわ。なん、チリン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 、すごい触れるとなるわ。調べようとしたら放置された立ち上。すげえ、チリーンだ。チリーンとは呼ばんな、それポケモンだからな。扉は閉ざされている。そうか。ん、なんだ、なんか今虫の鳴き声みたいな音した。うえぇ、あ、なに、なに、なんだ今の、なんだ今の、なんだ、絶対なんかいたよね。で、なんかちょっとキンキン言ってるよね。セーブしよう、怖いから。大丈夫か、ほら、なんか言ってるよ。大丈夫か、ん、お嬢さん、奇妙な声、誰、おお、がっつりお化けみたいな格好してるけど。怪しい女性、そこのお嬢さん、ちょっと手を貸してくださいませんか。え、でも、カシンちゃんって確か、そういう妖怪や幽霊の類が見えるんだよね。絶対そうじゃん。ここ数日何も食べておらず力が入らないのです。少しの間、この子を抱いていてもらえないでしょうか。あ、本当だ、よく見たらお子さん連れてるね。くそー、幽霊かもしれなくても、お子さんを連れてたらないがしろにできない。キアラちゃん、キアラちゃん。
説明は後よ。とにかく近づいちゃダメ。すぐにここから離れましょう。ああ来る、あ、足つけとるかな。お願いです、手を貸して。この子を抱いてください。ぼーっとしてないで走るわよ。ごめんなさい。こわー、なんかあるな。寄付や、追っては来ないみたい。一体どういうこと。六名村に古くから伝わる昔話よ。ある男が夜道を歩いていると赤ん坊を抱いた女と会うの。女は男に赤ん坊を抱いてほしいと頼んだ。男が言う通りにすると女はたちまち姿を消し、腕の中の赤ん坊はどんどん重たくなっていく。もう放り出すこともできないわ。とうとう石のように重くなった赤ん坊に男は押しつぶされてしまうの。重くなってきたら一旦床に置いたらよくない。離れないのかな。手から、まあ、階段だもんな、離れないんだろうな。手から、もし本当に助けが必要だったら。ここは当の昔に廃村になってるのよ。着物姿の女がいるわけないじゃない。あんた、女女ってちゃんと女性って言いなさい。男性女性って言いなさい。いるじゃない、あなたが。冗談言ってる場合じゃないでしょ、このバカさん。いい？今まで出会った妖怪や幽霊はみんな友好的だったかもしれないけど、この世界には悪意を持った怨霊がたくさんいるの。命が危険にさらされる可能性だってあるんだから。だからね。おいー、どうしたどうしたどうした。大丈夫？顔色悪いよ。ああ、多分さっき走った時にすごく揺れたから。人間用意してんの？人間のポケットに入ってる時に揺れて酔うのは人間酔いって言うのかな。バッグに入ってた方が広くていいんじゃない？いいのよ、ここ気に入ってるから。強がってる。キアラちゃんの体が温かいし、いい匂いもするし。おっと、変態的。できるだけゆっくり歩くからしばらく休んでて。あれ、いい子。この会話に入る時にさ、この上と下からこう黒い帯が出てくるのかっこいいね。俺こういう演出好きなんだよね。なんか PV とかでもさ、あえてああいう風にしたのかっこよくない？ということで、これ何？電話があるね。電話は使えるようだ。黒電話的なダイヤル電話だ。この電話念写に使えるかも。あ、なるほど。うん、でも今はまだ必要ないみたい、ないわね。確かに。ってことはする必要が出たらってことか。うわ、ここの橋通るためとかありそうじゃない？放水神社。うわ、びっくりした。木造の足が崩れている。対岸には荒涼とした村と果てしなく広がる黒い森が見える。あ、黒森町じゃん、こっち。でも神社って書いてあったけど。かかしがある。かかし先生。ナルト。ナルト。それ、しかまるね。ナルト。影真似の術。これ、なんて書いてあるの？水？氷？寄付屋って何、そもそも。氷屋さん？ドアには鍵がかかってる。あ、鍵必要そう。ちょっとこの BGM が止まんの怖っ。これなんだ？傷だらけの付けにはあちこちに悪口が掘られている。お、治安悪。鉛筆で時間割りが書いてある。大人の字じゃないみたいね。この学校の児童の机かも。あ、さっきの廃校かな。どうして机がこんなところに。いじめかしら。わからんな。このぐらい普通でしょ。いじめなんてどこの学校にもあるわ。え、ひどいじゃない、同級生にこんなことするなんて。そうだよ、まあ他級生でもダメだけど。自分とは違う生き物に見えてるのよ。ほとんどの人は未知のものを受け入れられないから。カシンちゃんもなんかあったのかな。キハラちゃんは、優しいからやっぱりみんなに好かれるでしょ。それやばいんじゃない、地雷踏んでる気がするけど。ほら、妖怪が見えるせいで小学校の頃はずっと変人扱いされてたわ。夏目とかじゃん、夏目友人帳の。まあ昔のことだけどね。今のクラスメイトはみんないい人だよ。それならよかったわ。わかる、俺も妖怪が見えるからさ、そしていじめられてたんだよね。嘘です、普通に別にいじめられてました。やめろやめろ、そんな悲しい思い出を。ドアは開かない。六名小学校、あ、やっぱり廃校になったところだ。老朽化のため倒壊への恐れあり、許可なく立ち入りを禁ず。うんうんうん。こっちは？これ普通に行けないところか。じゃあまた下行ってみようか。
うわー、なんか神聖だね。この青い光が綺麗だな。なんだ？お、なんだ？何あれ？第一章。なんて読むの？肋骨階段？六と読んでいいのか？鹿骨？鹿骨の階段なんて読むんだろうね。鹿の頭蓋骨みたい。ね。なんかちょっと小雨のお金持ちの家の壁に飾ってありそうなさ。ちょっと咳込んだついでに今調べてきたんですけど、どうやら鹿に骨と書いて獅子骨って読むらしい。かっこよくね？あれだ、あのポケモンの脅獅子とかさ、あとあのもののけ姫の獅子神様とか言うけど、鹿って時には獅子と読むことがあるんですね。あれだね、なんか獅子って聞くとやっぱりライオンのイメージがあるじゃないですか。ただ獅子と書いて違う、何、鹿と書いて獅子と読むこともあると。勉強になっていくね。うん。え？鹿にしては大きすぎない？鹿でした。水曜どうでしょうね、嬉野くんの言葉がちょっと頭をよぎるな、毎回。お前たち、何をしてる？誰だ？誰だ？うわ、鹿だ！鹿か？小鹿だ！おい、英子様に近づくな！英子様？小池栄子？英子様、この頭蓋骨の、主のこと？その名を気安く呼ぶんじゃない！最初にそう呼んだのはあんたでしょ。今言おうとしてたわ。なんだこのウサギの尻尾みたいなやつは。鳩よ。おにぎりだったりウサギの尻尾だったり。ごめんなさい、気を悪くしないで。私たち道に迷っただけなの。あ、そうか、なんか普通に会話してるなと思ったけど、そうか、さっき説明があった通り白い羽の能力か。なら早く帰ってくれ。うん、そうしたいところなんだけど、黒森町親はどう言ったらいいの？何をしに行くんだ？私たち黒森町の。あんたには関係ないでしょ。キアラちゃん、こんな失礼な小鹿に教えなくたっていいわ。ふん、この足は黒森町に続く唯一の道だ。諦めるんだな。他に用がないなら英子様に近づくんじゃないぞ。カノエイコーかな。木が枯れてしまう。英子、栄えるに枯れるっていう、なんか真逆の言葉を並べたいい名前だな。近づかない方が良さそうね。そうかい。てかここにもこの猫ちゃんの看板がある。これなんだろう。各地にあるみたいだけど、なんかあんのかな。とりあえず話聞いてみようか。こんにちは、小鹿さん。あの、私たちどうしても黒森町に行かないといけないの。本当に他に道はないの？怒ってる、怒っちゅう。教えるもんか。英子様がこうなってしまったのも全部お前たち人間のせいなんだからな。ごめんなさい、さっきこの村に来たばかりで、ここで何があったのか全然知らないの。あれれ、そういえばどうしておいらたちの言葉がわかるんだ？今さら？ちょっとおバカさんなのかな。なんて説明したらいいかわからないけど、まさか普通の人間じゃないのか。まあそんなとこだね。そりゃそうよ。キアラちゃんはね、ちょっとぼんやりしてるけど、本当はすごく頭が良くて優しくて不思議な力だってあるんだから。すげえ溺愛してんじゃん。このものの数分ですげえ溺愛してるじゃん。1時間経ってないぞ、出会ったから。さっき木が枯れてしまうって言ってたけど、それも英子様と何か関係があるの？ああ、この木の名前は玉咲。かっこいい名前だな。玉木浩二みたい。全然違うな。この木が花を咲かせるためには天気雨の雨水が必要なんだ。天気雨。英子様はこの土地の天候や四季の巡りを司る神様。天気雨みたいな珍しい雨が降るのもあのお方がいればこそ。あ、そうなんだ。だから英子様が眠りについてしまってから、この木に水をやることもできなくなってしまったんだ。眠りに。神様の力の源は人々の信仰だ。信仰を失った神様は衰え、眠りについてしまう。なるほど、そういうことか。面白いね。英子様は数百年もの間ずっとこの土地を守ってきた。でもこの村の人間たちはその恩恵に感謝もしないで新しい神に信仰を捧げたんだ。新しい神、あ、真理天道か。新しい神、真理天道と関係あるのかな。お願いがあるんだけど。なんだ。
もし天気雨の雨水を手に入れて、この木の花を咲かせることができたら、黒森町への行き方を教えてくれない？天気雨はすごく珍しいんだぞ。手に入るわけないだろ。前に天気雨が降ったのはいつ？忘れちゃったよ。そうだ、狐の嫁入りがあるときに天気雨も降るんだ。狐の嫁入り、鹿の次は狐ですか？狐の嫁入り？英子様はこの土地の玉崎という狐の一族と仲が良くて、この木も、玉崎一族から贈られたものなんだ。あ、そういうことか。だから玉崎。そのお礼として玉崎一族の嫁入りが行われる日、英子様は決まって大間が時に貴重な天気雨を降らせたんだ。なんかいい関係だね。確か数年前に狐の嫁入りがあったはずだけど、詳しいことはよく覚えていないな。なるほど。で、それを知ってどうするつもりなんだ？説明は難しいんだけど、大体の時間が分かればその雨水を手に入れることができるの。あ、念写か。そうだ、面白くなってきたな。オイラはよく覚えてないけど、村の校舎付近に何か手がかりが残ってるかもしれないよ。狐の嫁入りはその辺りで行われたから。ありがとう。分かった。本当に手に入るのか？他の道を教えてくれるなら絶対に手に入れるって約束する。英子様は眠りにつく前、何よりもこの木のことを気にかけていたんだ。よし、分かった。天気雨を持ってきてくれたら、オイラが黒森町まで案内するよ。うん、ありがとう小鹿さん。待っててね。そうか、じゃあでもなんかせめてさ、俺たち3人はね、英子様のこと信じてあげたいね。人々の信仰が力になるってんなら。お、あ、電話選択できるようになってるっぽいな。キアラちゃん、こういう昔話聞いたことあるでしょ？何？キツネの嫁入りを見た者には不幸が訪れるって。え、聞いたことないんですけど。あるけど。そうなんだ。むしろなんか縁起良さそうだけどね。まあ、バレたらなんか殺されそうだけど。本当に天気雨を取りに行くつもり？だって他に選択肢がないじゃない。それにその話って明らかに子供を早く家に帰すための作り話じゃない？ああ、なるほど。まあ、大抵そういう怖い系の迷信ってさ、なんか鬼が出るとかさ、子供を怖がらして、言うことを聞かせるための手段って聞くよね。だからなんか、ここ数年あれなんでしょ？アプリでさ、アプリが普及してからスマホで、鬼から電話が来るみたいなアプリ流行ってるらしいじゃん。面白いよね、ああいう発想。何よ、その言い方。苦労して話を考えた人たちが悲しむわよ。私みたいにね。ごめんごめん。帰ったらちゃんとあなたの本を買うから。今後の執筆活動を支えるためにね。本当？それなら許してあげるわ。そうだ、サインもいるでしょう。すげえ、めちゃめちゃくれるじゃん。いいの、そんな大盤振る舞い。いるいる。桐谷先生のサインもらえたらすごく嬉しいな。棒読みやん。ゆっくり実況より棒読みよ。たまに子供みたいになるのは天然なのかな。可愛らしくていいじゃない。あの美人がこうなってると考えたら、まあ見たもん得でしょ。ということで、この辺にヒントがあるって言ってたな。なんていうのこれ、旗竿が鮮やかな灰色の彼岸花に囲まれている。あ、なんか彼岸花とかなんかイメージあるかも。ていうか全然そういえばライト使ってなかったな。いいのか。全然使ってなかったけどいいのか。ん、え、探し物かい？カカシ先生！このカカシ喋ったような。おうおう、見覚えのある嬢ちゃんだな。どうやらお困りことがあるようだ。見覚えのある？なんか探し物をしてるんじゃないか。どうだ、違うかい？昔ここで狐の嫁入りが行われたって聞いたけど、いつのことだかわかる？おう、俺に聞いて正解だったな。この辺りの出来事なら数十年ここに立っている俺にわからないことはないぜ。ただし、その答えを知りたけりゃ、まずは俺が出す問題に答えてくれ。お、なんだ、カカシ問答、面白いね。うん、飲み込み早。第一問、外は緑で中は赤い果物、なんだ？スズゴ、ブドウ、スイカ。スズゴって何？スズゴって果物本当にあんの？ないやろ。スイカです。ピンポン。第二問、子供の時は黒いが大人になると緑になる果物、なんだ？みかん、スイカ、バナナ。え？黒から緑に？スイカ。
正解、答えは果汁たっぷりで美味しいスイカだ。あれだ、子供の時は何、黒っていうのはあれか、種のことか。なんだかスイカが食べたくなってきたな。ジョーちゃん、スイカを一玉持ってきてくれるか。何そのいいけど別に。このスイカ畑を守るのがあなたの仕事じゃないの。確かに。そんなことはどうでもいいさ。畑の主なんてとうの昔に死んじまってるんだからな。スイカを取ってきてくれたらさっきの質問に答えよう。いいか、よく売れたスイカを持ってくるんだぞ。わかった。ってことはあれか、一番大きいやつこれかな。このスイカはよく売れてるみたい。でも誰もいない村にどうしてこんな立派なスイカが。世話する人もいないはずなのに。あれじゃない、そのなったスイカがその誰もよな何もしないから腐って、結局腐り落ちちゃうでしょ。で土に帰るじゃん。その時に残った種がまた土になんかうまいこと埋まって、そこからまた育ってみたいな繰り返しなんじゃない。キアラちゃん、あのカカシ信用できるのかしら。罠でも仕掛けてあるんじゃ。確かにあのカカシはちょっと怪しいけど、少し気になることがあって。本当に何か裏がある可能性もあるけど。なるほど。なんだ、え、何、スイカの下から、うわ、青白い人骨が出てきた。この野郎、脅かしやがって。びっくりしただろう。これぞサプライズってやつだ。そ、人骨だよ。なやそれ。長い間埋められていたみたい。そっか、この人の養分を吸収したからこのスイカだけこんなに大きくなったのね。え、怖、裏話、裏話怖、誰も絶対食べたくないスイカ。人間は肥料じゃないわよ。え、おいおいおい、どうしたの。いや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 、人骨だぞ、人の骨なんだぞ、なんでそうも冷静でいられるんだよ。うおー、渾身のいたずらだってのに。いたずら好きのカカシ先生、さてはお嬢ちゃんどっかおかしいんだろう。普通の女の子なら腰が抜けるに決まってるからな。がっかりさせちゃった。生まれつき妖怪や幽霊が見えるおかげで、これよりもっと、怖いものもたくさん見てきてるから。てかそもそもカカシさんと喋れる時点で察しはつくだろうに。うわー、面白くない、つまらん嬢ちゃんだ。ところでずっとここに立っていたなら、この骨のこともよく知ってるはずよね。そんな気分じゃないやい。曲げちゃったへそ。そんなに人を脅かしたいなら協力するわ。どうやって。通りかかる人を見つけてはこう伝えるの。あそこのカカシは一人ぼっちが寂しくて、いたずらで火を引こうと躍起になっています。どうかたくさん話しかけてあげてください。嫌がらせやないかい。ま、待て待て、おい、本気でそんなことするつもりか。いっそこの確信直接書いて、通りかかる人全員に読ませればいいのよ。うわ、アヒルの卵のくせに何とけしからんことを。アヒルの卵。うん、キアラちゃん、そいつの顔に書いてやりなさい。やめてくれ、お願いだ。さあ、いくらでも質問してくれ、俺が何でも答えてやるから。うん、よろしくね。逆に手玉に取った。何を知りたいんだ。さあ、ちょっとセーブして話を聞いていこう。何を知りたいんだ。骨について、キツネの嫁について。じゃあちょっと骨から。骨のことか。うん、そうだな、名前は覚えていないんだが、確か駅員の男のものだよ。あ、松山正夫じゃないの。松山じゃない。駅員って自殺したっていう松山正夫のこと。ああ、確かにそんな名前だったな。でもあれは自殺なんかじゃないぜ。すぐそこにある、店が松山家なんだが、3年前ぐらいに数人の裏人が押しかけて、松山と何やら揉めていたよ。あ、この寄付屋ってやつ。難しい内容までは覚えていないが、松山の死は自殺なんかじゃないと俺は確信しているぜ。村人たちに釣り殺されたんだ。あ、やっぱり。ニワトリさんも言ってたもんね。どうしてそんなことに。おそらくあのなんとかっていう教団が原因だ。心理転倒か。ああ、間違いない。おぼろげにだが、てめえなぜ俺たちを裏切ったって誰かが叫んでたのを覚えてるぜ。裏切った。松山の死後、妻は村の共同墓地に遺体を埋葬しようとしたんだが、村人たちがそれを許さず、仕方なくこのスイカ畑に埋めたってわけだ。その後、松山も妻も
川に身を投げて自殺したよ。あらららら、ら一家丸ごと不幸になっちまった。かわいそうな話だよ。さあ、じゃあ狐の嫁入りについて、今のはちょっとあれだね、なんかストーリーにすごい重要な関係がありそう。狐の嫁入りか、よく覚えてるぜ。大層賑やかな一日だったな。各地の妖怪がみんな集まってさ。あ、そんなすごい大々的な行事なんだね、妖怪の中では。何年前にあったかだけ知りたいの。ああそうか、いつだったかな、春の初め頃だったのは覚えてるんだが。ああそういえば同じ年に村の小学校が廃校になったんだったな。狐は人間に見られるのを嫌うからな、特に人間の子供にはさ。その時、その年に小学校が廃校になってから、この辺りはどうも物悲しくてな。そのせいもあって狐の嫁入りの光景が余計に見事に見えたもんだ。それこそ各種の妖怪がみんな集まって。大体わかった。おいおい、あの日の盛況っぷりを聞きたくないのか。すぐに見られるから。あ、そうだわ。は？ありがとう。ってことは1985年だっけ。ちょっともう一回確認しに行こう。うわー、忘れてたー。あんな普通にいんのまだ。追ってこないだけなんだ。さっ、オッケー。意外と避けれる。もういっぱいおるな。待って待って待って、なんか知らんのもいる。ちょっと待って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 、1995年。あ、やべやべやべ、あ、積んだ。はい、あ、ゲームオーバー画面かっこいい。ヒントとか出る。ありがとうございます。え、なんかさ、動物赤ちゃんかなあれみたいな幽霊もいたね。いや、もう戻らんようにしよう。さあ、1995年ね。覚えてる。それじゃあ始めましょう。1995年。あれ待って、違った。ちょっと待って、あれ俺今いくつって見た。1995だったよね。あれ1995年じゃん。あれ12月でしょ。あれ、女性の幽霊どこ行った。幽霊が消えたわ。これでもう大丈夫。見落とした手がかりがないか確認しましょう。え、消えた本当に。いなくなってる。大丈夫か。え、1995年だったよ。これもしかして調べたからってことかな。あれ違う。あ、見落としてる手がかり。なるほどね。あ、待って。今のこれは？ここのこの張り紙みたいな。あ、関係ないわ。じゃあ戻ろう。なるほど。じゃあこの中でまだなんか調べてないことがある？なんだろう？あ、失礼しました皆さん。来年3月にって言ってるわ。ってことは1996年でした。はじゅかち。はじゅかちの極み。行きましょう。1996年。来た。そんな音する？ダイヤルの、その電話から。反応した。おお。毎回怖いな、これ。かっこいいけど。来た。うわ、めちゃめちゃ賑わってる。なんかすごい。雨降ってるな。降りまくってんな。